パソコンで作業をしてて何か遅いゲームとか動画作成その時にパソコン本体を交換したり CPU をアップグレードメモリを増設したり考えてしまいますでも全て高いですね高いからやみ込みにやってはいけないですアップグレードする前に必ずタスクマネージャーというものを立ち上げて確認してくださいこれで賢い投資ができますタスクマネージャー起動の方法 まずタスクバーを右クリックします。右クリックとはマウス、いつも使っているボタンの反対側ですね。右クリックします。そうしますとメニューが出てきます。ここでタスクマネージャーの起動を選びます。そうしますとタスクマネージャーが出てきます。今回使うのはパフォーマンスタブです。パフォーマンスタブをクリックしますと CPU 使用率とメモリーと出ます。CPU 使用率。まあその名の通り、今 CPU がどのくらいの割合で使われているかですね。 100%が目いっぱい使われてる。まあ7、7%とかでしたら余裕あるって感じですね。アイドリングという感じですね。次にメモリー。メモリーというのはパソコンの机みたいなものですね。CPU が計算するときに使うデータを並べとくところですね。まあ、メモリーとハードディスク。何が違うのかと言われますけど、ハードディスクというのは、その倉庫ですね。それコンピューターのルールとして、倉庫の中で作業できないんですよ。 倉庫の中のものを加工したければ、倉庫から机の上に置いて、机の上で作業する。そ,れその机の広さというのがメモリーですね。で、このメモリーの量はギガバイトで出ます。これあの、今何ギガバイト積んでるのか。それはあの、物理メモリーというところの合計というところに出てますね。私は16ギガですね。タスクマネージャーを開いた状態でアプリケーションを開きます。その時に CPU 使用率が100%になってた場合、 その場合で遅いなと感じた場合は CPU の交換または新しいパソコンを買うときに今より早い CPU が搭載されてるものを買えばいいですね次に処理が遅いときにメモリーがめいっぱい使われてる場合16ギガのメモリー搭載してて16ギガ使ってるその場合はメモリー不足ですね今のメモリーの倍ぐらい追加するのがいいのかなそう思いますねそれもし CPU もあまり使ってなくてメモリーも使ってない場合その場合 CPU をアップグレードすること、メモリをアップグレードすること、パソコンを買い替えること。まあ、ちょっと無駄だと思いますね。待ってくださいという感じですね。Windows のタスクマネージャーを使うと、賢くパソコンに関する投資ができます。ぜひ使ってみてください。